スーパー店長強いわ。スーパーなだけにやっぱり。バックヤードでゾンビの秘密を探ろう。あー、やっと自由だ。バックヤードの鍵を使って鍵を開けた。バックヤードに侵入成功でミス。やっぱりここもゾンビどもがうようよしてやがる。インチキの話だと、この奥にゾンビの秘密があるはずですが、そもそもインチキの話とか、インチキ臭すぎにゃん。ここまで来たんだ。もう先に進むしかないだろ。何うようよいるのゾンビ。あ、そんなでもない。何それ。これはあれかな。ここのゾンビは走って向かってくる系かな。違う？普通にさっきまでみたいに、ピコン、スススみたいな感じでおらんなってくれる？ここか、普通に扉開けれるんや。やった。宝箱。安っぽい腕を手に入れた。安っぽいんか。従業員の人のかな。あ、ここ扉入りながらやったら普通に行けるくね。あ、ちょっと待って、出れねえ。よし。こっちからは、マジですか？開かないのかよ。よし。ピコンってなったけど、普通に大丈夫だった。なんで止まるの、みんな。お、開いた開いた。ここは多分、向こう側から。向こう側からっていうか、向こう側へ帰るときの扉やね。じゃあそこのゾンビ早く向こう行きよ。あ、ここ、こっちか？うわぁ、なんか暗い場所に来た。こういう場所って嫌やね、なんか。ゾンビの秘密は一体どこにあるの？そこか？あ、うわぁ、なんか、なんかすごいもやがかかっとんやけど。まずい漢方を手に入れた。なにここ？スモーク？肉や肉。うわ、なにここ？なんかすっごく寒いんですけど。冷凍室？どうやら肉の冷蔵庫みたいだな。肉？じゃあ、ブラブラぶら下がってるの、これ全部お肉にゃんか？なんかウィスパーめっちゃ震える。寒さとか感じるんや。なんだか不気味ですね。ゾンビの秘密、どこにあるんでしょう？うわ、なに？やば！この音はもしかして、スーパー店長？うーわ、来たよ。うがー、もう逃がさんぞ。やっぱりスーパー店長だ。なに、次こそやられる？こいつは参ったな。もう逃げ場なんてないぞ。こうなったら、戦うしかありませんね。お前らゾンビの餌にしてやる。出血大サービスだ。マジかよ、さっきまで捕まってもやられなかったのになんでここで戦いなの？バックヤードまで入ったのがまずかったか？よし。じゃあみんな行くよ。叩け叩けい。カリカリベーコン行けい。よし。何あれ誰？何回復？誰か知らんけど回復してくれた。ありがとう。おばちゃん。よかコーラゲット。そして。よし、ジバニャン行くよ。百裂肉球。なんかたまにさ、あのおばちゃんはなんか定期的に現れてくれるんかな。さあ行け。お、なんだなんだ、何のチャンスだ。百裂肉球。なんで急にああいう状態になったん。なんかめっちゃピヨっとるけど。さあ行くよみんな。よーし、揃えろ。よっしゃ、一発。さあ行け、ペラペライオン。ペラペラメラメラ。よし、取り付きまーす。これ狙うでさ、どっか狙える？頭とか。大して狙える場所ないんかな。あ、なるほどね、ちゃんと頭に刺さってんじゃん。よし。お、必殺技出せないの誰も今。スーパー腐った吐息やめてよ。腐らせないで私たちを。お、技 OK や。よっしゃ、行くぞ。カリカリベーコン。てかさ、ペラペライオンもそうやし、カリカリベーコンもそうなんやけどさ、
この寒い空間に耐えられるの？二人とも燃える系なんだけど。なんかジバニャン体力やばくね？体力回復とか出てくれんかな？これは容器回復ないよね、多分。うわぁ。やべえ、ジバニャンが。ペラペライオンの位置を向こう側にしたいんやけどな。よし。とりあえずジバニャン下げといて。あ、ありがとう。でもね、ジバニャンがやられる前にそれをもらった方が良かったかな。なにこれ、ドーナツ？ドーナツ投げてくれたん。ありがとう。ありがとうね。よーし、ハーモリー、ケイン。冷凍肉肉ボンバー。なんだよ、それ。どういう技だ。え、それ何？どういう状態？肉を殴ってどうなるの？こっちにダメージ受けおる？うお、やべえ、やべえ、やべえ。え、ハーモリー。今、せっかく技が溜まったところなのに。ちょっと待ってね。おいし。いけ、マイマイペース。いけるか？いけるか？でもね、スーパー店長、体力あとちょっとなの。だからちょっと頑張っていただきたい。いけ！呪いのマイペース。でもこれ多分、あれだよね。技じゃないんだよね。つなげろ、つなげろ、はい。つなげろ、つなげろ、はい。いけ、いけ。ちょ、待って。よし。慎重に。ってこと、あ、なるほどね。まだ、ペラペライオンいたのか。今、私ちょっと、絶望的な気分だったわ。何これ、どうなってんの？あ、こうか。冷静になれ、私。こうだな。この攻撃で、いっけ、ペラペライオン。ペラペラメラメラ。これで多分、やっつけられるはず。無理か？あと一回か。これなんか普通の技でいきそう。ね。まあ、いっか、頑張ってね。ペラペライオンちょっと今、ピン、あ、よっしゃ、いった。怖いよ、怖いよ、顔怖いよ。チャージ完了したところ悪いけど、ちょっとまあ、いっか、ごめんね。勝利。イェイ。はぁ、焦ったー。スーパー店長強いわ。スーパーなだけに、やっぱり。お、ジバニャンの技レベルがアップした。パワフルな腕はやってやったね。グー。にゃんと、こいつまた倒れないにゃん。よーし。だったらもっとボコボコにしてやろうじゃねえか。怖いよ、マック。ちょ、ストープ、ストープ。お。勘弁してくださいよ。ここはまず平和的に話し合いから。なんだ、急に下点で出したぞ。普通に喋れるの？さっきまでの恐ろしい化け物感がなんか一気にゼロになりましたね。あれはお芝居ですよ。皆さんにお帰りいただくための。どういうことにゃん？実は最近、この店が人間たちの間で、深夜にゾンビが現れるスーパーとして有名になってしまったようで。あ、それはきっとヌーの記事のことですね。有名になったらなんかまずいのにゃん？まあ、そりゃ人が寄りつかんなるんじゃないかな。この店は妖怪向けスーパーです。そこへ人間がたくさん押し寄せてきますと。え？そっち？妖怪のお客さんが落ち着いてお買い物を楽しめなくなってしまいます。それは確かに。それに、ここはゾンビナイトから足を洗った私たちゾンビが苦労して、やっとの思いで作り上げた大切な場所、絶対に守らなければなりません。それは夜はってこと？昼間は普通に人間が働きよるよね。だからこそ、我々は心を鬼にして、店に近づく人間を追い払ってきたのです。あ、ゾンビナイトから足を洗った野犬を追いかけてこんのか。それがインチキンの言っていたゾンビたちの秘密、だったにゃんね。ですが、それも今日でおしまい。皆さんにバレてしまった以上、もうこのスーパーは閉店するしかなさそうですね。何言ってんだ。このまま店は続けていけよ。俺たち今日のことは絶対誰にも言わねえからさ。え？いいんですか？てか、それ閉店した場合どうなるの？人間側のスーパーもなくなることになるの？それは困るやろ。ケータ、いいよな。ここにいる俺たちだけの秘密ってことで。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんでしたらうちのお客さんとしていつでも大歓迎です。これからもどうかこの店をごひいきに。なんかすげえいい人だな。人じゃないけど。さーて、これでバッチリ謎は解けちゃったということで。最後にあれやっときましょうか。
何あれって。おう？ピンとコーンとなんでなん？そいつは誰だ？スーパーなゾンビの秘密バッチリ解決。いや最後のさ、あの電球のやつは一体あれも妖怪？もやったよ。私もやったよ。お、ハーモリーのレベルがアップした。てかそこには一匹しか乗らないんだな。二匹とも乗せてあげてよ、ハーモリー。ルーレットボーナス。おーし、ルーレットスタートー。さあ、来い。来い、来い、来い。お、お、ナスの天ぷらかい。あと一個だったじゃないか。はぁ、期待した。ん？これは一体どっちだ？お、裏口から出てきたんか。眩しい。いつの間にか朝になってたんだね。どうやって戻るん？でもよ、俺たちってすげえよな。朝ってことは親とか起きてきとるよね。戻れんくね。あのゾンビたちの秘密をバッチリ突き止めちまったんだから。そうだね。お、これでさらに絆が深まったか。しかし、そもそもゾンビ自体が何なのかわかりませんでしたけどね。まあな。でも一つだけ確かなことはあるぜ。なになに？店長のおっさんはいつでも来いって言ってくれたけどよ。しばらくの間、スーパーなんかには近づきたくない。確かに。まあね、あんな怖い思いして一番には寝てる。よく寝れるな、そんなとこで。これは最高だ。なになに？マルダ、Wi-Fi を見ながらニヤニヤしないで。気持ち悪いから。気持ち悪い。ファイルを見てみろよ。お、今度はイカダを作って川下りだ。いやいやいや、今ケイタたち乗っとったよね。すげえな。違うわ。ほらすげえ。え、てかどういうシーンが乗っとん。何、ゾンビに関してのことじゃないんか。第4章、遺跡に眠る大パーツ。マルダ、あなたの顔ほどではないわ。さあ、早く現場へ向かいましょう。いいわ、カクリーのその感じ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。